日本サッカー始まってしまう、わらわらわら。サッカーよく知らないけど、三笘とどっちがすごいの？今のサッカー界は三笘と久保の二大エースって感じだよね。どっちもすごいで良いのよ。プレミアやリーガの上位チームで7ゴールも決める選手が同時に2人もいるなんてすごい時代になってきたな。三笘に並んだか面白くなってきたな。2人とも PK なしで7点はいいんじゃないか。久保でもガツガツ感はあるのに三笘はないからな。三笘はあの性格なのが痛い。性格が違えば多分もっと点取ってる。ワールドカップの時交代させられて大して活躍してないのに愚痴言っててなんだこいつって思ったりもしたけど、これくらいの負けず嫌いじゃないとダメなんだろうな。必要よ、こういうメンタルは引っ込んでたらダメ。愚痴じゃなくて本当に思ったこと言ってるだけらしい。久保は脳筋って揶揄じゃなく言われてたりするからな。意外とボケたりしてるのに日本だと真面目に受け取られたりしてるが、スペインの記者は逆にマスコミに壁作らない親しみやすい選手ってイメージらしいから面白い。竹おめでと竹。CL どうにか出てほしいね。今年7ゴール9アシストは立派だな。21歳のシーズンでこれは日本では化け物レベル。すごいことだよこれは。